はい、玉川習字教室の玉川雄豪です。はい、今日はですね、日本習字漢字部3月号からですね、臨書検定課題紙幣構造臓器のですね、この課題を書いて説明をしていきます。はい、読み方なんですが、はい、みんなこの願いを共にせんことを対話点点点というふうに読んでいきます。はい、今月の課題のようにですね、画数の多い文字、少ない文字が入り混じっている場合ですね、全体が同じ大きさに見えるようにですね、調和を図っていくことが大切となります。ですのでですね、画数が多い字、少ない字、そういったですね、文字がですね、同じ大きさになるようにですね、気をつけて書いていきます。はい、そしてですね、この左払い、今月もですね、先月号に続きまして左払いがですね、あります。書き出しの位置やですね、払う方向に注意して中心を通してまとめるようにしましょう。はい、それではですね、一文字ずつ説明をしていきます。はい、まずみなですね、これ、はい、一画目立てていきます。はい、二画目、右上がりが強いですね。はい、そしてこの下方、それですね、ここに節をつけていきます。はい、同じ、まあ銅ですね。はい、この字は画数が少ないんですけれども、調和を取っていくためにですね、ちょっと太く大きさも注意してですね、書いていきます。で、最後この縦角、点線からの縦角は右下へ引いていきましょう。はい、このですね、右上がりが強い文字なんですけども、この間のですね、この2本だけは水平に書かれてますね。それを気をつけていきましょう。そして最後、右下へと引いていきます。はい、願う、画数が多いですので、この余白の取り方ですとか太さですね、そういったところを気をつけて書いていきましょう。左払いの方向、はい、そういったところにも注意していきます。はい、対、はい、脂質を深く入っていきます。ここも深くですね。そして立てて、左払いの方向、この方向ですね、右払い、そういったところに注意していきます。はい、和、はい、左払い、この脂質の深さですね、気をつけていくということと、はい、この口のですね、上下の余白、そういったところにですね、注意して書いていっていただきたいというふうに思いますので、それではですね、早速書いてですね、説明をしていきます。はい、まずは1画目ですね。はい、立てて、そしてこうですね、1画目、右上がり強めです。はい、3画目、右上がり、はい、4画目ですね。扁平、この中に書きますね。はい、下方、節をつけていきます。ここをこう一回、そしてですね、はい、深い脂質、鋭く、そして次は、ともに、同じですね。はい、ちょっと、太めです。
ぱりですよ。右にしたいと。できます。ね。右上がり。太くならないようにしましょうね。どう？ともにですね。はい。こ、こののこ。縦角が長いんですよね。この横角は水平なんですね。右上がりじゃないですね。はい、ここが右上がり。そしてはい、脂質鋭く。で、ちょっと右下に行ってから。上げ上げですね。はい、次は願うですね。こう右上がり、そして左払い。はい、縦角上がり。ここは長いんですよね。はい、ここは右上がりでまとめます。右上がり、はい、ここからはい、脂質鋭く右上がりで、はい、この右の点はですね、比較的どっしりどっしりと、はい、次は体は太いですね。はい、比較脂質をし、ちょっと下に行こうかな。それから
脂質深く、脂質深く立てて、そこからこう、そして右腹、その今日の感じです。はい、は、はい、革命、鋭く引き張れ。はい、革命、脂質深く。右上がり鋭く。でかく、はい、左払い、方向に気をつけて、はい、はい、口ですね、やればいい、ちょっと反ってる感じなんですかね、押さえて太く、はい、そして最後、はい、このようにして書きます。はい、一画目立てて節をつけて、そして右下右下に運筆していくというふうな書き方ですね。はい、ここ、感覚に気をつけて書いていきましょう。で、脂質は深く立てていくというところと、この上下の余白ですね。で、ここも脂質深くというふうにしてまとめていきます。はい、市営構造書き、今年度ですね、最後の臨職代ですので、時系を大切にしつつもですね、重厚で迫力のある生き生きとした作品にですね、仕立ててください。はい、今日は以上です。